で、どうやってユイちゃんを助け出すかだが。転移門で行ける場所は限られてるんだよね。システムでロックされているのか、バベルとやらの仕業なのかは分かんないけど。それを調べて解除しないと、その塔まで行けないってことか。あと、塔の前に超強力なモンスターがいるんでしょ。そうだ、あの強さは旧 SAO のフロアボスを思い出させるほどだ。本来なら強力なプレイヤーを集めてレイドでも組んで戦略を練りたいところだが、何せ俺たちには時間がない。まだ ALO に残っている仲間たちを集めて、あのモンスターとの再戦に向かおう。そうだね、それが今できる最善だと思う。そうとくればまずは仲間探しだな。私もできる限り協力しよう。SAO に ALO か。アインクラッドの歌姫。前にセブンちゃんに聞いたんだけど、そう歌われてるプレイヤーアバターがいるんだって。なんでここは ALO なのに。その子も SAO サバイバーってことなのかな。詳しくは私もわからないんだけど、セブンちゃんがもともと仮想世界で歌姫をやりたいって思ったのも、彼女の映像を偶然見て憧れたかららしいよ。セブンはどこでその映像を見たんだ。当時の SAO のそんなデータって確かほとんど残ってないだろ。あの子のことだから、いろいろなルートを使って入手したのかもね。そいつが今スバルトエリアにいるっていうのか。うん、そうらしいよ。どんな子なのかちょっと気になったから、こうしてキリト君を誘ったんだよ。でもいるとして、こんな場所にソロで何してるんだ。それはわからないけど、見たって噂があるらしくて。ん？アスナ、聞こえたか？ええ、この歌声は、例の歌姫、ユナかもしれないよ。行ってみるか。あいつか？そうみたいだね。あの子、どこかで。アスナ、知ってるのか？うん、どこかで見たことあるかもしれない程度なんだけど。まあ、SAO サバイバーならその可能性は確かにあるのかもな。あ、あなたたちは。あなたがユナさん？ええ、そうよ。あなたたちはキリトにアスナさんね。俺たちを知ってるのか。だって二人はアインクラッドの攻略組の有名人でしょ。ってことは、あなたもやっぱり SAO サバイバーなんだね。その言葉の意味を正確に受け止めるなら、それは正解じゃないかも。ただ間違いでもないわね。え、何を言ってるんだ。私は歌いたい、歌い続けたい、そしてみんなの力になりたい。そのためにこの世界で存在してるの。そう、歌声すっごく綺麗だったよ。ありがとう。なあアスナ、このユナって子ちょっと不思議な感じだよな。そうだね。でもあの歌声にしても、褒められてはにかんだ表情にしても、悪い子には思えないけど。まあそうだが、なんだか放っておけないよね。ねえユナさん、もしよければ私たちと一緒に行動しない？どうして？
あなたは歌を歌いたいんでしょ？こんな場所にいても聞いてくれる人少ないだろうし。こう見えて私たちのパーティーって今かなりの大所帯なんだ。聞いてくれる人もたくさんいるよ。おお、さすがアスナ、勧誘上手だぜ。そうね、わかった。あなたたちについていくわ。私たちを信用してくれるんだね。デスゲームの攻略にあれほど貢献した黒の剣士に血明騎士団副団長、英雄たちを疑うなんてしないよ。それよりも歌を聴いてくれる人が大勢いるなんてすっごく楽しみなの。二人ともよろしくね。ああ、今日はどうしたんだ？残念だな。他に気に入った品を揃えて待ってるよ。お求めのものはございますか？お買い上げありがとうございます。お買い上げありがとうございます。Thank you.
何？なんか用か？やめるのか？いいもんを選んだな。まだしっかり稼いできてくれよ。メッセージが届いてたな。機械型アバター。あんた、もしかしてロータスの世界のやつか？やっと。お前さん、キリトか？そうだけど、なんで俺の名前を？いや、会えてよかったよかった。こっちへ来たのはいいんだが、さてどう交流したもんかと。待ってくれ、まずあんたは誰なんだよ。あれ、ロッタから聞いてない？改めて自己紹介するってなるとちと気恥ずかしいんだが、俺の名はグラファイトエッジ、ロータスの師匠だって言った方が分かりやすいかもな。あんたがロータスに技を教えたっていう？まあまあそうなんだが、まあそれ以上は勘弁してくれ。そうじゃ。待ってくれ、まだ聞きたいことが。言っちまった。Yeah!
くなれる。やったね、おめでとう。やあこれで決めるわ。無事だったか。あら、シリカはどうしたのよ。一緒じゃないの。きっと近くにいるはずよ。探しましょう。近くっても見渡す限り樽だな。何か言ったか。ううん、何も。そうか。助けて、助けてください。え、タル、今、タルから声が。おい、こいつはまさか。皆さん、ありがとうございました。まったく、あんたってば、なんだって樽の中なんかにいるのよ。まあまあ、リーズ、とにかく無事でよかったよ、シリカ。
今日はずっとピナと二人だったのか。いえ、シノさんとリーファさんと一緒だったのですが、はぐれてしまって、途中でモンスターに襲われてびっくりして樽に入ったら。なるほどね。そのまま出られなくなったってわけか。はい。そうか、シノンとリーファも草原にいたんだな。はい、きっと今もどこかで迷子に。この場合迷子はどう見てもあんたの方じゃない？まあまあ、早くみんな見つけてあげないとな。ストレアの情報はもらえたし、一丁頑張ってくるとするか。モンスター退治よろしくね。ダンジョンの様子も随分変わったんだな。
だ。本当だ、ストレアさん無事でよかったよ。ああ本当に。今のアスナたちの言葉とても切実な気がしたのだが、あの子に何かあるのか。あの子は前のゲームで MHCP だったのよ。ユイちゃんと同じね。おい、感動の再会は後回しにしとけよ。モンスターの気配だ。来るぞ。ない結果だ。パパ、一人で寂しかったよ。おい、ストレア。だからその呼び方とすぐ抱きつく癖やめろ。パパひどい。じゃあママ。ストレアさん。もうそのさん付けやめてよ。私もアスナの娘なんですけど。じゃあストレア。パパ、ママ、とてもそのような関係性には見えないのだが。ん？何この子、パパがまたどっかで拾ってきたの？おいストレア、そういう誤解を招く表現はやめてくれ。いいじゃない、別に。あながち的外れでもないでしょ。外れすぎだろ。でもちょっと貧相な感じね。私たちの仲間うちだとシリカタイプ？意味が全くわからない。だが非常に悪意を感じる。自己紹介と状況説明は移動しながらだ。長居せずにさっさと出るぞ。
おい、あの子さっきなんて言った？モンスターをうっかり出現させた、はあ、大丈夫かな。これはセブンちゃんが作った外部通信システムからのアラームだよ。相手は気候家か。やあやあ、キリト君、元気そうで何よりだよ。ご託はいいから、さっさと状況を教えてくれないか。そのためにかけてきたんだろ。なんだよ、釣れないね。まあこんな状況ならそれも仕方ないかな。少し待ってくれ。今グループチャットでアメリカから特別ゲストを呼んだんだ。じゃっじゃーん、プリビエット、みんなのアイドル、セブンちゃんよ。セブンちゃん、アスナちゃん、どうしたの？元気ないみたいだけど。なるほどね、ユイちゃんがそんなことに。ごめんね、みんな、なんか私一人ではしゃいじゃって。ううん、気にしないで。セブンちゃんがアメリカに戻ってからこうして話すのは久しぶりだもんね。それよりも今の状況を教えて。運営のレクトはどう対処してるの？もちろんレクトとは話をしたわ。でも残念ながら解決の糸口になりそうな情報は何ももらえなかったの。まずこの状況は原因不明ということだ。正体不明のデータ介入が外部から行われている。ペルソナ・バベルというプレイヤーやNPC の名前も聞かなかったし、プライベートピクシーを捕らえるイベントクエストを実装したなんて話もない。関係性も不明だ。レクトは VRMMO の世間的な印象も懸念し、何か発生する前にログアウトを推奨した。それだけなんだよ。そうか、分かった。待つんだ、キリト君。まさかこのままプレイを続けるつもりじゃないだろうね。当然続けるぞ。原因不明の現象でユイが捕まったままで放置しておくことなんてできない。心中察するところだけど、今はログアウトをすべきだよ。アミュスフィアでデスゲームのような状態が発生するはずがない。それは疑う必要もないことだが、状況がわからない以上は予測不能な出来事もあるかもしれない。キリト君、一旦落ち着いてからまたダイブすればいいだけの話じゃないのか。この状況で再ダイブできるのか？できるよ、レクトに確認も取った。できないよ、キリト君。七色博士、そこは話を合わせてくれる約束では。どうせすぐ嘘だってバレちゃうよ。それよりも早く動いてもらって、ユイちゃんを救ってもらった方が話が早いよ。セブン、さすが俺たちの仲間だ。レクトはね、この事態が解決するまで再ダイブをシステム的に封じたよ。一度ログアウトしたらもうダイブできないことになってる。やれやれ、僕は君たちの絆の深さに感動して涙が出そうだよ。分かった、好きにするがいいさ。責任は僕が持つよ。ただし君たちのプレイを続けさせることに担保はできない。上から強制的にログアウトさせろというお達しを受けたら、無理やりにでもアミュスフィアを取り外すからね。ああ構わない。アミュスフィアがナーブギアほど直接人体に悪影響を与えないとはいえ、こんな不安定な状況下では安心はできない。それだけは理解しておくんだよ。すまないな、聞こうか。ちなみにリーファにシノン、クラインたちはまだダイブし続けてるのよね。お姉ちゃんやフィリアもまだ ALO 内にいるよ。そうか、了解だ。みんな頑張ってね。うん、セブンちゃんありがとう。じゃあ何かあったらまた連絡を入れるよ、キリト君。すまん、聞こうか。いやいや、それじゃあまた。そういや、この子について何も説明しなかったな。状況を混乱させると判断してのことなのだろう。確かにこっちの状況を全部教えたら余計混乱させちゃいそうね。ログアウトも口うるさくなりそうだし。むしろロッタの仲間について何も聞けない会話の流れになってたよな。すまない。いや構わないさ、話を続けよう。ああそうだな、気候家とセブンとの会話で時間が切迫していることは分かった。強制的にアミスフィアを外されるならまだしも、
GM 権限で一気にゲームサーバーをシャットダウンでもされたら終わりだ。俺たちはその前にユイを救い出し、ロッタを元の VRMMO に戻さなければならない。私の方は後回しでいい。きっとはぐれたクロウも同じように思ってくれるはずだ。おそらくは君たちの言う転移門と同様の施設、離脱ポータルを見つけられれば戻れるはずだ。分かったよ、ありがとう。よし、そうとなったらとっとと他の仲間も集めしまおうぜ。